ダウンのリズムをキープしながら左右にステップしていきます。今後はステップのリズムを16ビートにしていきますよ。足の運びがさっき練習した8ビートの倍の数、つまり16個になります。まずはステップのリズムから。オンカウントに合わせて足を開いたら、エンカウントで足を閉じます。同じ要領で反対にも。足を開くのがオンカウントで、足を閉じるのがエンカウントになっていることに注意しましょう。ワンエイト中に16回足を動かすことになります。これは初心者の方には少し難しいですから、何回も見直してチャレンジしてマスターしてくださいね。足をオンカウントに合わせて足踏みした状態でダウンとアップを切り替えていきます。足踏みのリズムは変化しませんが、体の動作は切り替わりますから、変化しないパーツと変化するパーツを同時に扱うことになるので、慣れないとうまくいきませんよ。ここでは半カウント待つ切り替え方を使って練習しますから、体は待つ、足は待たないと覚えておきましょう。ダウン、アップを4回ずつで切り替えていきましょう。